皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はね、このルービックキューブタイプのパズル、これじゃなくてね、今回紹介するのはこれです。でかメガミンクスですね。こちらのね、解き方を解説していこうと思います。これね、もう正12面体ですよ。 1,2,3,4,5,6 で、反対側にも 1,2,3,4,5,6 と、でこのね、面の区切りもめちゃめちゃ細かくなってて、ここがね、星型になってるわけですけど、で正12面体だと、以前僕のチャンネルであのデカミンクスっていうのをね紹介したんですが、あれよりもはるかに区切りが多いわけですがね。ただこれ意外とメガミンクスって、この普通の 3×3 の立方体型の立体パズル、このね解き方と結構共通してる部分が多いので、この 3×3 のルービックキューブ解ける人はね、これ覚えやすいと思います。まあね、手数自体は結構かかるんですけど、この 3×3 の解き方半分ぐらい応用でいけるので、ぜひね 3×3 のキューブを覚えた人はこれに挑戦してみたらいいかなと思います。で今回はなので、このメガミンクスの解き方をね解説していくんですが、まあたださっき言った通り、この 3×3 のキューブと同じ解き方が入ってるので、まあ説明はですね、 3×3 のルービックキューブ解ける人向けというか、ちょっとね中級者向けな解説でね進んでいきますので、ぜひねチャレンジしてみてください。でもしね 3×3 も解けないっていう人は、僕のチャンネルで 3×3 のルービックキューブの解き方があるので、それをねある程度見て、3×3 できるようになってから、このメガミンクスにチャレンジしてもらえばと思います。まあ早速ねやっていきましょう。まあとりあえず混ぜましょうか。メガミンクス、こうね、いやーこれね結構ね大変。ただね、やっぱりあの 3×3 の応用のところが多いので、それはそれで楽しい。それプラスアルファですねっていう感じなんですね。意外とね、皆さんが思っているほど、まあ、3×3 解ける人からすると難しいっていう感じじゃないんですけどね。よいしょ、まあ、こんな感じかな。混ぜるともうだいぶ綺麗。すごい。やーメガミンクスね、どのくらいのボリュームでこの解説が終わるかな。もしかしたら2回ぐらいに分かれるかもしれないですけどね。よっ、まあ、こんなもんで、さあじゃあね解説をしていきましょう。で一応ね、この 3×3 のキューブの方と合わせてというか、あの共通してるところはこれをね、あの同じ風にしてやっていこうと思います。まあ、こう混ぜといて、でまあ今ね 3×3 のキューブで解いているような LBL 方式ですね、基本的には。でここに白があるので、白面を揃えてだんだん上に行って、最後にこの場合は白の反対側がグレーなのでね、グレーが一番最後に揃って正12面体完成ということになります。早速第1段階目はこの白の周りに星ですね、星を作る。でかつこのね、下側のこのセンターパーツと同じ色になるようにする。まあ、だからこっちのルービックキューブで言うと白のクロスを作るっていうイメージですね。クロスを作るのはよっと、こうかな。白面のクロスを作ってセンターとここの色を合わせるっていうのと同じ作業をね、この五角形の星の状態で行います。まあ早速やってみましょう。これね、あのもちろんこのセンターのパーツは位置は動かないので、一つ目安にねしていきます。なので白のこれね、ここがコーナーでこっちがエッジパーツですね。エッジパーツを合わせて、ここ紫なんで、あとはここに白緑を入れて、白赤を入れて、白青を入れて、白黄色を入れていくというねことをまず第一段階でやっていきます。これはまあね、ルービックキューブやってる方ならそんなに難しくはないかなと。まあなのでとりあえず今回はね、どんどん進めていっちゃいましょう。青ね、次は白白、ただやっぱりね探すのが大変。あ、白緑、あった、白緑をここに入れる。でもう一個、ここが、白黄色ですね。
白黄色を探してどこだ白黄色、あ、これか、これね、白黄色をここまで持ってくる。まあ最初のうちはやっぱりね、これ移動させるのが結構ね手間ですけど、さあまず第一段階、白ね、一番下の面の白の星を作ります。でここのねセンターと色が合っているのを確認、これがまず第一段階ですね。で第二段階、次はですね、ここ完全一面揃えて、次にルービックキューブで言うと2段目ね揃えるわけですよ。なのでまずは完全一面を揃えていきます。このね下の白面を完成させる、こっちのルービックキューブで言うと、よいしょ、こういう風に白面を完成させていくという作業が、まあね動かし方もですねほとんど同じでできます。これですね、例えばこの場合だと青と黄色ね、こういう感じでイメージしてもらって、ここの真ん中に白青黄色のパーツ、粉パーツねを入れるという、まあ、なのでちょっと角度はね斜めになってるので90度ではないんですけど、ここを 3×3 のキューブの角だと思ってやってもらえば、同じ風にできます。なので白と青と黄色のパーツを探す、白青黄色、白青黄色どこだ、いや探すのがね最初のうちは本当に結構大変。あ、白青黄色これか、これ一回出してここまで持ってきますね、よいしょ。で白青黄色でここにあるので、この白を下にして入れると、よっと、これね、まあ、本当にルービックキューブのコーナーパーツ、コーナーの下を入れるのと同じ作業。もし F2L ができるのならこの段階でこのチューニーダも入れちゃって大丈夫です。じゃあ次チューニーダね、F2L で入れてみましょうか。じゃあこの、白青赤ね、白青赤をどこだ、ここか、白があって赤と青に入れて、で F2L なのでこの青赤もね、あ、ちなみに F2L というのは分からない方のためにね、ここの一番下の白のコーナーとチューニーダも一緒に入れるね作業がねあるわけですね。なのでこの場合白がここに来て、赤青のパーツ、コーナーパーツでエッジパーツ、ここにね赤青のエッジパーツが来るので、ここに1個ありますから、これを上で連結させて入れるよ、こうね入ります。なのでまあ完全一面のね下を入れてからエッジパーツ入れて中段揃えるでもいいし、 F2L できる方はそれで入れても構いません。とりあえずここまで入れるのも普通のルービックキューブと共通している動かし方ですね。どんどん入れていきましょう。さあ次はじゃあ白と緑と紫ねを入れていこう。ここかな、このままだとあれだから、ここに粉入れる。まずはね完全一面を完成させちゃいましょうかね。よいしょ。次は白黄色紫がこれかな、これね入れるよっと、あとは白赤緑ね、白赤緑これかよっと、で白赤緑を粉に入れる。であとは中段ですね、ここも、まあ、3×3 で言うとここを入れていく感じね。なので例えば青赤をここにねエッジパーツ入れる場合はこういう風に回して入れます。まあ、これもねちょっと今回は回転記号とか解説しないですけど、僕の初心者向けのルービックキューブの動画の、中2段を揃えると同じ動きでこっちもね入れていきます。こういう感じね。なのでここも緑赤かな、緑赤のエッジパーツを探して、ここね緑で、あ、赤ね、ここ赤で緑がこっちにあるから 1,2,3,4,5,6,7,8 とこういう風にね入れていきます。さあこの辺はね本当にルービックキューブのこっち側で覚えたことをそのままやるっていう感じですね。この辺まではねだから本当に共通
黄色青、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 どこだ黄色青。まだ結構ね探すのが手間かかるんですよね。黄色青は黄色、あた、痛い。黄色青をここまで持ってくる。こっちか。でここにあるから、青がここにあるのでここにね落とす。1,2,3,4,5,6,7,8 とここね入れていきます。で黄色紫はどこだ。黄色紫あった。黄色紫よっと。で紫が来たから、あ、こっちに入れなきゃいけないな。で黄色ね。で紫をここに落とすので1,2,3,4,5,6,7,8 とこれで入る。で、あとは、ここ一個かな。紫、緑。紫、緑を探して、これか。紫、緑ね。を探して、ここまで持っていって、こうですね。あ、こっちか。こっちだ。紫。で、緑をここに落とすから。じゃあね、一応ね、このエッジをここに入れる回転記号を言うと、ちょっとね、ずれるんですけど、これが U ですね。なので U プライム、あ、こっちか。ここを正面にしなきゃいけないんだな。だから U プライム L プライム U L で U F U プライム F プライムってなりますね。でこれでね中段が入ったっていう感じですね。まあ、なんて言うんでしょうね。下の段の中段というか、下1段目。とりあえず今、完全一面が揃って、こういう感じにね、色が揃いました。で、次は、この上の段のセンターの下のコーナーパーツ。ここをね、まず入れていきます。この場合、つまり、オレンジがあって、この下が黄色と紫ですから、このコーナーは、オレンジ、黄色、紫のコーナーパーツが入るわけですね。そういう風にここにね、正しいコーナーパーツをまず入れていきます。オレンジ、黄色、紫。オレンジ、あ、これか。で、これをね、オレンジがこっち面になるように入れなきゃいけないので、まあ、この辺を動かしながらね、こういう感じかな。っていう風に、この上の段のセンターの下のコーナーパーツを入れていきます。次ここね、緑、青、黄色のコーナーパーツ、これかな。で緑がここと同じ面にあればこのまま回していけば入りますね。次ピンク、赤、青、ピンク、あ、これか、こうね、はい。で次これが、まあこっちが白なのでこれはクリーム色っていうのかな。クリーム色、緑、赤。クリーム色、緑、赤はどこだ。クリーム色、緑、赤は、あ、これかな?これ。で、ルービックキューブで言うと、今、ここが上段になるので、まあ、こういう風に入ってる場合は、まず一旦上段に上げてからですね。で、上段で移動させて、目的のところに入れていきます。白の、あ、クリーム色のところね。で、ここにあるから、ちょっと下に倒して、こう入れるんですけど、でこの時にこっちが正しくはまってる場合はこの面もね戻しておいてください。こうかな。で、クリーム色、緑、赤が入る。で次、ここが最後ですね。水色、紫、緑、これかな。これがただちょっと回転しているので一回上に出しますね。よっ。で上に出して上で回転させて下に持ってくると、そうすると正しい位置に入る。でこれで全部、上のセンターの下のねコーナーパーツが正しく入ったかな、入りましたね。で次です。次はこの今入れたコーナーパーツの横のエッジパーツね、こことここをね正しいパーツを入れていきます。ここの次の段階が特にこのメガミンクス特有の回し方なので、ここは 3×3 できる人でも新しく覚えなきゃいけないとこですね。で、
まずはね、じゃあここにしようかな。水色。で、こっちと紫と緑があるので、こことここのね、エッジパーツの色、何入るかをチェックします。ここは水色、緑ね。で、ここは水色、紫なわけですよ。なので、まあ、どっちかのエッジパーツを、この上にあればね、これもね、こっちと同じように上段の方から入れていくので、上段になければ、このね、下に入ってるところから上に上げていきます。で、あ、たまたまあったな。なので、例えばこれ。水色緑ね。を、ここに入るわけですね。水色緑。このエッジパーツが上にあったら、ここから入れていきます。でね、この上段にあるエッジパーツの向きがまずあって、今、このセンターとここのね、色、同じ色になってるわけですね。これがね、条件。なので、たまに、例えば、こういう感じ、一回ずらして、よっと。あ、ずれちゃった。こっちか。ですね。上段にあるけど、例えば、緑、水色。で、このセンターと同じ色がこっち側にある場合があるんですね。この場合ね、一手間かけて、この水色をこっち側に持ってこないといけないので、まず、入れる優先順位というかね、は、よいしょ。よ。上段にあって、エッジパーツのこのセンターと同じ色が、この同じ面に出ている。この時にね、一気にここに入れることができます。なので、まずね、入れ方の手順をね、解説していきます。ですね、水色があって緑ね。で、これは、こっち側に落ちるわけですね。向かって左側。水色、緑。ここにはまる。の場合は、どうするかというと、まず、ここね、正面にして、この面をこっちに回す。で、ここを、こう回す。で、この正面、F 面を、1回、2回。そうすると、ここに来るわけですね。そしたら、この下の面を戻して、こっちの面も戻しておくと。そうするとね、ここに入るわけですね。で、特に最初のこの面をやらないと、この揃ったところがずれちゃうので、必ずね、ここは忘れずに。で、次行きましょう。そしたら、水色紫かな。水色紫がどこかにあれば、ここに間違って入ってるんで、まあ、こういうのはね、後にしましょう。上の方からどんどん入れていこうかな。じゃあ、どれが入るかな？例えば、これかな？あ、さっき白赤があったな。これだ。クリーム色と、ここね。ここはクリーム色と赤。クリーム色と緑。で、上にクリーム色と赤がありますので、ここに入るわけですね。ただ、この場合、さっきの手順を使うと、向きが逆になってしまうので、一度、このクリーム色をこっち側にして、赤をこっち側にね、まあ反転させるというか。なので、その反転の仕方をね、一度やります。この場合ですね、まあ目的のところの上に置いて、一度、これを、こっち側にね、倒す。で、こちらの面を上に上げる。そうすると、このクリーム色の面が横に出るので、一度上段で逃がして、そしたらさっき回転させたこことここを戻しておくと。そうすると、このね、揃っているところは元に戻ります。そして、上の段で、よいしょ。このね、センターと同じ色がこっちを向くと。で、赤なので、こっちの左側にさっきと同じ要領で入れていきます。1、2、で、1、2。回転させて、こっち。で、ここを戻しておくと。こういう風に入りますね。で、なので、こっち側に入れたい場合はさっきとね、左右反転の入れ方になるんですけど、左右反転の入れ方は、じゃあ、クリーム色と緑ね。まあ、ここにあるんで一度ちょっとね、出しちゃいましょう。
よいしょ。まあなのでこれね、もしここに間違ってくっついてれば一度上に出さなきゃいけないので、まあこの場合はですね、まあ本当はね別の色入れちゃえば出るんですけど、一応今出しちゃいます。なので一度離して、これをもう一度入れとけばまあいいわけですが、よいしょ。クリーム色と緑ね。でクリーム色緑のエッジはこっち側、クリーム緑のここに入ります。なのでさっきとは違って右側に入れる。そうするとさっきと回転が、まあ、反転するわけですね。次はこっちを回して、ここを回して 1,2 で戻して、戻すと、そうするとこっち側のエッジも入ります。なのでこういう風にね、同じ色が揃うわけですね。という風にこの下のね、下じゃないな、なんて言うんだろう、中段のこのエッジパーツをどんどん入れていくわけですね。さあじゃあね、他のエッジパーツもどんどん入れていきましょう。なのでまあ基本的にこの上の方からね、あるやつをどんどん入れていったらいいかなと思います。でここに間違ってはまってるものはとりあえず後にして、この辺にね入ってるものは簡単に上に出せるので、次はじゃあどれがいいかな、ピンク色、あピンク赤とかあるね、ピンクと赤のエッジパーツはここに入ります。なのでここにありますから一度上に出す。で上に出した時にこうね、上に出した時にこのねエッジパーツのこの色とセンターが同じ面に出てくるように上げていくと、ここにダイレクトで入れられます。でこれ右側なので 1,2,1,2 で戻して、こっちも戻すと入る。で次ピンク青とかあるかな、あここに間違って入ってる。ということはまあここにねオレンジ黄色が先に入れられればこれは上に出るわけなので、オレンジ黄色を探してみましょう。オレンジ黄色、あったオレンジ黄色でここにあるわけですけど、でこれがですね、まあ上に上げるんですけど、オレンジ目を横に出したいので、例えばこっちで上げちゃうと黄色が横に出ちゃうので、こっち側で上げるとねオレンジが横に出ますね。で一度ずらしてこれは戻しておく。でそうするとオレンジ面が横に出るから、このセンターと同じ色になりますね。でこれが右側に入る、ここに入るので 1,2 でここで1回、2回ね回して、ここまで持ってきて戻して、戻すと入りますね。で次ここオレンジ紫もどこかにあるかな、オレンジ紫、オレンジ、あここか、ここも一度出すとめんどくさいので、緑青がもしあればそれを先に当たた緑青で、緑青をじゃあ先にねここに入れますね。でこの時に緑を、黄緑をね横に出したいので、こっち側で回すと横に出るかな。必ずここは戻しておく。でそうすると黄緑がこのセンターと同じ面に出ます。で青なのでこの右側に落とす、1,2でここで 1,2 で戻して戻しますね。さあ結構揃ってきましたね。で次は緑黄色、黄緑黄色は黄緑黄色、あこれか、これは黄色がこっちになっているので黄緑をこっち側に倒したいので一度この辺でね倒します。こうやってここを上げて、これで黄緑が横に出たのを一度逃がして、さっき回したものを戻しておく。でそうするとここかな、そうですね。で黄緑面がこっちに来たので今度はこれを左に入れる。で 1,2,1,2 で戻して戻す。で次あとはこことここだけか、あここもあるな。この場合ピンクと青、ピンク青ピンク青ピンク青これですね。
ピンク青のエッジパーツをピンクを横にしたいからこっちかな。でこれを逃がしておいて、でピンクで青が上にあるのでここにね入れます。1、2で1、2、1、2で戻す。でここのエッジパーツが入る。次水色紫、あもうありますね、上にね紫が上に出てるのでこれを今度は右に落とします。右に落とす場合は1、2でここ1、2で回して戻して戻すと。さあそして最後ここかな、オレンジ紫、あこれですね。でオレンジが横に出てるので紫が上でこのままここに落とします。左に落とすので1、2で1、2で戻して戻すと。おお、これでねここのねエッジパーツが全部正しく入りました。だから今こういう感じでね色が合ってると。おお、さあねどんどん次行きましょう。今ねここがねこういう風に色が揃っているので次はこの間ですよ、ここ入れていきます。でここも実はですね完全一面入れる時のコーナーね、下のコーナー入れるのと同じ要領で、でここが、ルービックキューブでいうとこの中段のエッジパーツを入れるような感じなので、まあ最初のここに入れたのとね同じことをもう一回やるっていうイメージなんですね。だからここはね全然ルービックキューブと同じような感じでいけます。例えばこうね黄色と黄緑とオレンジのパーツで黄色がこっち側に来るので、あこれかな、この黄色黄緑オレンジのパーツで黄色を下面になるように入れればいいと。だから本当に完全一面を入れるような感じで入れることができますね。でどんどん入れていきましょう。でここ例えば紫、オレンジ水色紫あいた。で例えば F2L で入れる場合はオレンジ水色だからこれね、これとこれをまあ、F2L で入れるってこともできます。F2L ね、できる方はね。ので一度、ただちょっとね、まあ位置が、これとはちょっと感覚が違うので、まあその辺も考えながら、まあこの場合はオレンジを上に合わせちゃえばいいかな。で、紫が下に行くので、これとこれを一度ここでくっつけて、このまま、入れれば F2L で入れることもできます。まあねどんどん入れていっちゃいましょう。ここもね緑と水色とクリーム色、緑と水色とクリーム色、ここかこれを出して、緑が下だから一度倒さないといけないな、よっ入る。でこのままねこの中段のエッジも入れてしまっても大丈夫だし、これか、クリーム色水色ね、なのでこのまま中段を入れちゃっても問題はありません。というふうにどんどんね入れていくことができます。赤ね、赤クリームピンクで、クリーム色とピンク色のがあるのでこれも中2段で入れるよ。ここね F2L で入れちゃおうかな。青とピンクと黄緑ね、で、あこれがそうですね、そうしたらちょっと離れてるから一度倒して、でスロットにして入れると。であとこっか、これはあ逆になってるんですね。だから一度出してよいしょで入れるというふうにね、この辺もこっちのルービックキューブと同じような要領でコーナーとエッジを入れるってことができます。